FC アムカルペルミは、ロシアペルミを本拠地としていた、サッカークラブである。1993年5月5日、ペルミ向き肥料工場の労働者たちが集まってできた、チームとして創立。2004年、プレミアリーグに初昇格を果たし、2008年シーズンには4位で、OE、UEFA ヨーロッパリーグ2009から10、出場権を獲得し、予備予選で、 フラム FC と対戦したが、トータル2から3で敗れ本戦出場はならなかった。その後は、低迷を続け、2010年シーズンは降格圏、ギリギリの14位で終えたものの、財政難の影響で、自主的に、ロシア一部リーグへと降格することになった。しかし、2011年1月、一転して残留が決定した。2017から18シーズンは昇格。 広格プレイオフ圏内の13位で終え、ナショナルリーグ4位の FK、田んぼフに2戦、合計3から0でプレイオフを制し、広格を回避した。クラブは以前から財政問題を抱えており、2018年6月13日に2018から19シーズンのプレミアリーグのライセンスが発行されないことが決定された。同年6月18日に解散を発表した。 アムカルの解散を受け、ナショナルリーグ降格が決まっていた FC アンジマ8からの残留が決定した。なしなし。ありがとうございます。